頑張れ頑張れ頑張れ。いやもうこっちも一緒に来るやん。パークあげる？パークは伏せるんだよ。ああ、優しくね、優しく。優しく触ってね。ここだよ。ほらね。大きいやろ。おぉ！何何何？タイムだよ。めっちゃ臭そう。かかりたくない方はちょっと焦らせすぎない方がいいかもしれないですね。なんか水冷たいですからね。いいよ。こちら、
と呼ばれる硬い固形のご飯、そしてキウイやバナナをこの子たちは食べて生活しています。ちなみに今ご紹介したナシは大好きです。比較的甘いものが好きな猿でして、野生下では木の葉っぱやフルーツ、あとは本日揚げてみるんで、このキャベツの食べ方、このものをつかめるのにもちゃんと理由があるんです。実は大きく